はい、魔法の箱研究所の磯間です。今日はですね、こちら、はい、鈴鹿ギターデザインさんのギターを紹介したいと思います。はい、まあ、このギターなんですけど、去年かな、信州ギター祭りってあって、まあ、それの開催する前にね、試し弾きの山口さんがいろんなね、工房に行って、工房訪問して、まあ、弾いてっていうのをやってたんですけど、その時にここのね、鈴鹿さんのギターは音を聞いてめちゃくちゃ気になってたんです。はい、まあ、実際ね、ちょっと弾いてみたいなと思ってたんですが、まあ、なかなか機会がなくって、で、一応このギターをね、一応置いてるところが島村楽器の、松本パルコ店なんですよ。ついこの間ね、ちょっとその松本の方に、まあ、僕今長野にいるんですけど、行く機会があって、これ置いてたんですよ。で、6本ぐらいピャッと並んでって、で、そのうち3本ぐらいですかね、弾いて、で、その中で、その動画でね、山口さんの動画で見て、あ、これいいなっていうふうに思ったポイントが、色濃く出てるというか、僕の耳の中では、しっくりきたのが、この個体のものです。はい。でですね、まあ、とりあえずね、めっちゃ美しいんですよ、本当に。いろいろあるんですけど、そうですね、まあ、とりあえずね、やっぱこう、まあ、ギター弾くもんなんで、もうこう何がやっぱ僕大事なもんで、やっぱネック結構気にするというか、まあ、ネックがこう、なんかこう、ええ感じやったりするのが、まあ、っていうか、もう大前提なんですけど、まずグリップが、太すぎず細すぎなんですよ、本当に。で、まあ、U だと思うんですけど、こうね、丸みを帯びた U の分で、まあ、僕手大きくないんですけど、まあ、でも結構普通にね、こう、割とね、まあ、握り込んだ感じでも、いけちゃうんですよね。なんで、まあ、ちょうどいい太さですね。もう、すんごい細いネックが好きとか、平べったいネック好きな人はちょっと違うと思うんですけど、ちょうどこう、ええ感じの太さで作ってはるなっていう印象はあります。もうとりあえずこうね、フレットの処理はもちろん綺麗ですし、こうネックをね、こう持った時に、ローフレットからハイフレットまでこうね、こう、すごい、こう、つながりがいいというか、うん。なんか違和感ないんですよね、こうやって、触ってて。でこれもね、本当にいいなと思った、本当。で、ネックはマホガニなんですけど、もうマホガニがね、まためちゃくちゃ綺麗なんですよ。本当に。で、まあ、バインディング巻いててっていうね。でもペグはまあ、後藤さんのロックタイプの分だと思うんですけど、ということで、もうとりあえずネックがまず良かった。渡してもらってこう持った瞬間にいいなと。で、まあ、ボディ側はこれ、まあ、いわゆるチェンバードっていうホローコートというか、まあ、こう収空箱物みたいな作りをしてて、こう生鳴りの感じなんかも、いわゆるその例えばソリッドなね、まあ、例えば低気圧でもいいですけど、ソリッドなギターとはもう生鳴りも雰囲気は違います。なんで、まあ、そこもね、やっぱり純粋に弾いてて気持ちいいというかね、こう振動の響いて弾き方というか、すごい気持ちいいっていのあるんですけど、めちゃくちゃこだわってますよね。なんかピックガードも木で、バックパネルも木なんですよ。ここね、バックパネルも木で、もピックガードも木で。で、かつなんかこう、何枚かの板を、木をね、こう、くっつけてるんだと思うんですけど、写真で見るとね、こうピッてこうなんか、固定なんであれなんですけど、実際こうちょっと動かしたりすると、なんかね、見た目が変わるというか、その、なんか立体的に見えたりするんですよね。見栄えもいいですね。そう、ノブも、これも木やと思います。やっぱすごく出音化しても、本当にすごく考えて作ってるんだなっていうのをすごい体感しました。まあ、すごく丁寧にも使ってますよね。まあ、例えばこういう、なんていうんですか、こう、ヒールエンドっていうんですかね、とかこういうグリップのね、とりあえずめちゃくちゃ綺麗なんですよ。滑らかというか、全てにおいてこうちゃんとね、こう曲線がこうつながってるイメージがあって、これなかなか難しいと思うんですけどね、もうすごくそういったところも含めて綺麗に作られてます。はい。あと軽いですね、これ。この個体で多分 2.5 キロぐらい、2.6 とか 2.4 もあるんですけど、僕が欲しい音は割とちょっと気持ち重量が少し重めのものの方があるなってのは弾いてて思ったんですけど、まあ、でもそれでもこれでも 2.5 キロ。めちゃくちゃ軽いですね。取り回しはめっちゃいいです。はい。それと、ピックアップはね、3つで。で、オリジナルのピックアップらしいんですけど、見た目はね、こうテレキャスターみたいな
ックアップなんですけど、テレキャストの音ともやっぱちょっと違うんですよ。じゃあ、 3P ピックアップなんです。ストラトかっていうと、ストラトでもないんですよね。すごく面白い。で、箱物なんで、まあ、セミアコで言ったら335とかね、あるんですけど、335でもないんですよね。なんで、まあ、僕手持ちの今家にあるギターからすると、もう全然キャラ違うんですけど、だけどなんかすごいいいなっていうか、好きだなって音がするギターです。はい。なかなかすごいんですよね。そんなことってあるんやなっていうのをこのギター弾いて思ったんで、もうびっくりですよね。純粋に。ほんで、まあ、セレクターこれね、5A 5点。普通にネックとセンターとブリッジ。切り替えとハーフトーンですね。各々のハーフトーンが鳴らせる。で、このね、小さいスイッチあるんですけど、これがね、やっぱどうしても制作ビルダーのね、その作られた方も外せないと言ってたんですけど、上カチッってやると、ネックと、ブリッジのパラレルかな。そういったテレキャスターミックスみたいな感じになるんですかね。うん。に、一発で切りがあるという、便利なスイッチです。で、実際やっぱ弾いてみると、まあ、例えばネック側のね、ポジションで弾いてて、こう、パチッとこう、スイッチをね、上にして、そのパラレルのね、ポジションにすると、いい意味でこう、ちょっと音量の差というかね、強弱がつけれたりとか、このギターでこの音発見すると、これ使いたくなりますね。あとね、すごい伝えておきたいのは、このボリュームですよね。このボリュームが、おそらくハイパス入ってると思うんですけど、いわゆるそのハイパスで、まあ、絞ってもね、こう広域が落ちないっていう仕様のね、ものを、まあ、抵抗を入れたりしてると思うんですけど、これね、まあ、絞っても、単にハイパスだけど、音がシャリシャリしちゃうとか、色つや立体感なくなったりする場合があるんですけど、これ、それがないんですよ。もう絞っても、だからハイパス入ってんのかなってわからないぐらい、すごい自然にナチュラルにボリュームを押していくんですね。でこの感じが、とにかくめちゃくちゃ良くて、まあ、こう、エフェクターとかね、ペダルとか検証してても、やっぱちょっと邪魔になることがあったんですけど、これはそれがないので、すごくうまいことやってんなっていう、すごいなと思いましたね。はい。と、あとトーンですね。トーンは、結構絞っても使えまして、もうある程度まで絞っていっても、なんかね、こう、音の芯がこう、消えないというか、割とちゃんと鳴ってくれるんですよ。ヴィンテージのコンデンサーとかもね、僕試したことあるんですけど、なんかそういう雰囲気に近い。なんかスプラグのね、コンデンサーはちょっとちゃんとしたの入れてるらしいんですけど、うん、なんか結構ええ感じに聞いてくれますね。で、例えばトーン結構絞り気味にして、こうブリッジ側で弾くなんかも結構いいですしね。まあいろんなバリエーションのトーンで、このね、ついてるトーンを触ることで作れます。で、マックスでもちろん弾いてもいいんですけど、僕はまあ基本ボリュームは普段そうなんですけど、大体ちょい絞ってるんですよ。8とか9とかに絞ってて。で、トーンも、まあ、マックスからちょっとメモリがないんで分かんないんですけど、6、7ぐらい、まあ、絞って弾くことによって、なんかこのギターの持ってると言いますか、まあ、求めてる、こういう音が出てほしいっていう、ここのサウンドには、まあ、僕はちょっとトーンを絞り目で弾いた方が良かったです。はい。まあ、この辺はね、弾く人の好みというか、どんな音を出したいかってなると思うんで、まあ、自由に設定してもらったらいいんですけども、まあ、せっかくもしよかったらね、このボリュームとトーンは本当にそういうなんかすごくええ感じで聴いてくれるんで、ぜひ思った時はね、ただ弾くんじゃなくて、もうぜひともこの辺はいじって弾いてもらおうと面白いですね。はい。はい、じゃあですね、まあ、実際ちょっと音を鳴らしていくんですけど、僕ね、やっぱ弾けないギターで気になるのが、どんな音がするのか、例えばアンプ僕つないで弾いたとしても、それだけじゃなくて、いくらいい音してても、実際どう他のギターと比べてどうかってのは分からないし、気になるんですよね。なので、このね、鈴鹿さんのギターと、まあ、テレキャスト、まあ、ストラート、まあ、これシングルコイルなんでね、まあ、その辺ちょっと軽くね、比べてみたいかなと思います。はい。Thank you.
面白いでしょ。なんか結構個性あるでしょ。僕も人に説明するときね、説明しにくいんですけど、ただなんか本当に独特なんですけど、その独特がなんかネガティブな意味とかじゃなくて、まあ純粋に僕は好きな音がするギターで満足してます。はい。なかなかね、僕もこう今回実際弾きに行ったんですけど、あまり音源もなくて、いいと言われててもどういいのかわからなかったんですよ。なんでね、ちょっと今日撮ってみたんですけど、それでね、少しでも本当に少しだけでもね、魅力というか良さが伝わるんだったらいいかなと思っています。弾きにね行ける方はぜひ行ってほしいですし、もしね、弾けないよっていう方はね、メッセージいただけて、ね、僕の環境で良ければ、それこそ音を取ってね、送ってもいいですし、なんかこうやり取りしながら音を聞いてもらってもいいですし、何かしらちょっとね、良さが伝えることがあるんだったらもう全然やりますんで、言ってもらえたらと思います。はい。そんな感じで、今日はこちらで鈴鹿ギターデザインさんのね、ギター紹介しました。今日は終わりにしたいと思います。はい。最後までご覧いただきありがとうございます。いいねはもちろんなんですけど、チャンネル登録ですね、していただけますと励みになりますので、ではまたぜひご覧になってみてください。